い、皆さんこんにちは。アイルです。レイシです。はい、今日は皆様にお詫びとご報告があります。はい、僕の方からじゃあ先に説明させていただきます。はい、ですね、アニマルズこの1週間動画をですね、休んでおりましたが、僕が体調をですね壊しておりまして、皆様に動画をお届けできなかったことをまず皆様に申し訳ありませんでしたということを伝えたかったのと、この1週間本当に体調を壊してまして、やっぱり動物とかに移ったらいけないっていうこともあって、まあちょっと離れたところで休ませていただいたり、またその間ですね、動画を作ってなかった僕たちもいけないんですけども、アイルさんの方も別の仕事が結構詰め詰めで入っておりまして、こんだけ約1週間ですか、動画を休んだことなかったんですけど、ツイッターなんかでも報告をしたら、やっぱ DM をいただいたりとか、結構心配していただく声が多かったので、本当にご迷惑をおかけしました。そして、動画の方ももうぼちぼちと復活をしますので、うん、完全に大丈夫なんですよね。もう完全に大丈夫です。はい、ちなみに、今巷で騒がせているコロナではありませんでした。はい、ちゃんと検査もしてね、コロナじゃないってことを確認しておりますので、扁桃腺の方がかなり腫れてしまいまして、うん、本当にご迷惑をおかけしました。申し訳ないです。はい、それがまず1点お詫びでした。申し訳なかったです。はい、はい、そしてですね、はい、もう一つ報告の方がありまして、はい、そちらをアイルさんからお願いします。はい、今ですね、このフクロウちゃんたちにはいるんですけども、なんと7月の26日日曜日ですね、朝の10時25分から日本テレビのニノさんという番組に私たち4人で出ることになりました。イエーイ。ガンちゃんもいますよね。さあ、あとガンモくんがいるので5人ですね。これ出してきますね。はい、はい、ガンモくんもいます。はい、なのでメンガルマシミズクのガンモくんとメンフクロウのラスクちゃん、それからアフリカオコノハズクのオレオくん出演しますので、ぜひ見てください。はい、ぜひ見てください。なんか一部の地域では、まあ、時間とかが変わる、時間と日にちが変わるところもあるらしいんですけども、大体のところでは、26日の朝10時25分から日本テレビです。はい、ちなみに、うん、もう完全に復帰してから収録に行きましたの で、ただ一応大事をつけてマスクで、うん、2人ともマスクなんで、すいません、はい、一応すいませんことで、また動画の方をがっつり復活していきますの で、アニマルズを引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オレオくんじゃない、ラスク、レシーク、レシーク、警戒はしてるけど怖がってはない。毎日一緒にいますからね。うん。
できてるね。アリビンの前できたよ。